フルバツカコスタイニツァフルバツカコスタイニツァフルバツカコスタイニツァはクロアチア、シサクモスラビナ軍の都市及び基礎自治体である。単にコスタイニツァと呼ばれる場合もある。ウナ側の下半に位置し、南側はペトリニア、シサクと川の国境を挟み、ボスニアヘルツェゴビナの町ボサンスカコスタイニツァとそれぞれ接している。 2001年の国勢調査によるフルバツカコス・タイニツァ、の人口は1993人で、基礎自治体全体では2746人である。そのうちクロアチア人は77.02%を、セルビア人が15.7%を占めている。クロアチア紛争以前の1991年、の人口は14851人で、 セルビア人は9343人、クロアチア人は4295人、その他の民族が1213人であった。紛争以前の人口は現在よりも多く、セルビア人が多数派を占めていた上に、人口統計の対象地域も異なっている。コスタイニツァが初めて言及されたのは1240年のテンプル騎士団の文書であった。 現代ではこの都市がコスタイニツァにおける公式な成立年とされているが、起源は、はるかそれ以前で、最初の収録ははっきりとはしていないが、塩や麺を運搬する重要なローマ街道沿いの町であったとされる。街道は周辺を徐々に都市に変え古いローマの文書から、コスタイニツァ付近はオエネウムであったと考えられている。紀元前3世紀以来の5つのマイルストーンがある。 13世紀から14世紀の間に、オスマン帝国からの防御のためコスタイニツァは、要塞化されている。要塞の所有者は貴族であるリポベチュキ、トット、フランコパン、ベンベンユードなどで、最後はズリンスキであった。城は今日、ズリンスキ城として知られている。他の城塞は、この間、周辺の村であるコモゴビナ、スビニツァ、プレブルシャツに存在した。 オスマン帝国は1556年にコスタイニツァを侵略したが1687年には解放されている。18世紀初期コスタイニツァには2つの学校が開校している。一つはカトリック系教会である聖アントゥン・パドビンスキ教会が運営する学校、もう一つはセルビア系の学校である。20世紀に入ってからは 第二次世界大戦時の1944年5月30日にアメリカ軍より空爆を受ける。1990年代に入ると、クロアチア紛争によって、再び多大な被害に見舞われている。クロアチア系の住民は、無本のセルビア人によって殺害されるか、町から追放されるようになり、1991年には、クライマセルビア人共和国によって支配されている。 バロック様式の教会や中世の薬局、18世紀のフランシスコ会の修道院などを含むクロアチア系住民の建物や住居は焼かれるか略奪にあっている。1995年の紛争集結によってクロアチア人の統制下に戻ったコスタイニツァには徐々に追放されたクロアチア系の住民が戻るようになった。フルベツカコスタイニツァの主要な産業は 農業、比較加工、織物、印刷、木材の加工などである。釣りや狩猟は重要な観光資源で、コスタイニツァはヨーロッパでこの分野では良い生息環境を有している。ありがとうございます。